村田製作所のコンデンサーといえば MLCC ですが、実は導電性高分子アルミ電解コンデンサーも生産していることをご存知ですか？ MLCC を超える最大470マイクロファラットを有する高分子コンデンサー E-CAS シリーズについてご説明いたします。高分子コンデンサー E-CAS シリーズは製品の電源回路に幅広く使用されています。例えばノート PC やサーバー、アクセラレーター、HDD、パネル、産業用 PC、その他にも液晶テレビ、ゲーム機、ネットワークなどに使用されています。多くの製品に使用される E-CAS シリーズは大容量、低 ESR、低インピーダンスという特徴を持ちます。そのため部品点数の削減、電源ラインの安定化、出力電圧の低下を抑制することが可能です。特徴1、大容量について。 E-CAS シリーズは一つのコンデンサーで多数のコンデンサーを賄うことができる大容量コンデンサーです。 MLCC に比べると約 50% 実装面積の縮小ができ、さらに部品点数の削減が叶います。特徴2、低 ESR について。 E-CAS シリーズは低 ESR 特性によりリップルノイズ除去性能に優れています。特徴3、低インピーダンスについて。大容量かつ低インピーダンス特性を有する E-CAS シリーズは電流量の大きなアプリケーションにおいて負荷側の変動に対する安定性に優れています。村田製作所の導電性高分子アルミ電解コンデンサー E-CAS シリーズは大容量、低 ESR、低インピーダンスで電源回路などの小型化に貢献いたします。当社ウェブサイトにて E-CAS シリーズの無償サンプルの申し込みを受付中です。ぜひお申し込みください。